クロマックス。常設ベッド付きでお二人様快適車中泊っていうのも全然可能になるんじゃないかなっていう、これは素晴らしい。はい、どうもクロワックスです。ということで本日も MGR さんに撮影に来させていただいております。今回はタイトルにある通りこちらノアボクシーと兄弟車の 80S クワイア、こちらのですねベッドキット取り付け動画紹介していきたいと思います。本日お邪魔しているのは MGR カスタムズさんでございます。ハイエースのねベッドキットでとても有名なショップさんなんですが、実はですね多様な車種のベッドキットなんかも展開されていたりもします。そのね MGR さんにぜひともベッドキットの取材をさせてくださいなんていうお話をしたところですね、うちにあるね車だったらロードインプレッションもしていいから合わせて出してみたら面白いんじゃないなんていうご提案をいただいてですね、ロードインプレッションの動画なんかも一緒に撮影させていただいております。ということで今回はベッドキットの取り付け動画なんですが、この動画の他にですねこのエスクワイアがどういった車なのかなんていうねロードインプレッションも合わせてさせていただいておりますので、そちらの動画もぜひともチェックしていただければと思います。ということで今回はこちらの 80S クワイアのベッドキットどんどん取り付けていってしまおうと思います。はい、ということで S クワイアのリアハッチを開けたところなんですが、これからベッドキットを組み付けていくにあたって3列目のシートは跳ね上げてしまうそうです。なので跳ね上げてしまって、ベッドキットをね取り付けていけるような車内レイアウトを作っていこうと思います。はい、ということで今ね3列目跳ね上げてみたんですけど、これすげえです。これね下側にスッと手を入れてもらえばあるレバーなんですけど、このレバーを引くだけでもうね今見てもらった音が分かる通りバコンってそのまま完全に跳ね上げができました。ヘッドレストに関してはここにねしっかり収納できるようなスポットついておりました。であとは2列目シートね背もたれを倒してっていうことでベッドキットね展開する準備が整うので、実際に2列目シートも倒していこうと思います。途中で帽子が飛んじゃいましたが、どん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 フレームを組んでいってしまおうと思います。今回はねこんな感じでもうすでに組み上がっているフレームをつけていくような感じになるんですが、他のねベッドキットの取り付け動画だと開封から撮影しているものもあったりします。なんでそんなことをしているかというと、 MGR さんのベッドキットのいいところに関しては梱包からいいところ満載だったりするんです。開封がしやすいように梱包されていて、一つ一つの部材がね搬送中にぶつかってしまって傷がつくことがないようにしっかり梱包されている上に開封しやすいような工夫がねされています。またね同封されている取扱説明書に関してもしっかりとね、写真付きで誰が組んでも組みやすいようにパッケージングされてね購入された方の手元に届くようになっておりますので、作り方不安だなーなんて感じた人もご安心ください。そこをねお伝えしたいということで、できる限り開封動画から撮影していたんですが、この車に関してはもうすでに取り付けてあるベッドキットをもう一度ね取り付けるっていう形の動画を撮影します。ということでですねどん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 組んでいってしまおうと思います。はい、ということで後ろ側のフレーム部分が組み終わりました。ということでご紹介していこうと思います。こんな感じでネット組み上がりました。いいなって思うのがこれ自転車のサドルのようなこの部材なんですが、ねじ込んでいってキュッとねキュッと締めるだけでもうしっかり固定ができると。で、このフレームの足の部分ここにね足が来るんですが、この下が収納になっていて、ここ天板部分なんですよね。なんで天板部分に点でね荷重がかからないようにこういった台座ね準備した上で荷重がかかっても抜けちゃうことがないようにということで配慮されています。ここね、ハイブリッド車に関してはこの下がバッテリー入れになってるはずなんですが、そうじゃない車に関してはこれここ下がね小物入れのようなスペースになっていたと思います。でここにベッドキットのフレームの足が来たらここを開けることができなくなるじゃないかっていう人のためにということで、はい、こんな感じでですね、はい、ここの部分カットしてくれて、さらに弱くなった強度を補うためにここにねしっかり木を入れた上で固定してくれる加工サービスなんかも、MGR さんやっていただいてたりもするようです。これね実際にこの部分をね先に MGR さんに送っていただいてベッドキットと一緒に変装してもらうみたいな、そういった形で加工も承ってくれてるそうです。ただねこの加工費用かなりお安くやってるそうなので、そんなにいっぱい
受けられないけどみたいなことは言ってましたが、そのベッドキット、検討されている方、そのあたりはご安心いただければと思います。ぜひとも MGR さんに問い合わせをしてみてください。ということでリアのフレーム部分ご紹介おりましたので、今度はですね2列目シート分までドドッとどんどんねフレームを組んでいってしまおうと思います。はい、ということで前側のフレーム簡単にもうススッと組み上がってしまいました。これね最後にまたご紹介しようと思うんですが、2列目がねキャプテンの独立シートになっている、もしくはね分割で背もたれが起きるっていう仕様になっている車に関しては、 MGR 社の車両ほぼほぼですねここの足分割式になってます。 MGR さんのベッドのすごいところっていうのが、必ず内張りのどこにも金属のフレームが接触することがないように設計されていたり、背もたれ一番下まで下がってるんですけども、居住性を高めるためにはできるだけねベッドの高さは低い方がいいっていう考えのもとにですね、本当に指一本ないと思うんですけど、こういった形で高さギリギリ低いところから高さ調整ができるようなフレームの設計をしっかりされてると。ということでね、フレームが出来上がったので天板部分をねどんどん乗っけていってしまうと思います。はい、ということでこんな感じでもうスッとベッドが取り付けができました。完成したベッドこんな感じだよということでね、皆さんに紹介していこうと思います。フレームを見ていただいて分かる通り、収まりのいいフレーム形状だったのが皆様もご理解いただけたと思うんですよ。こういった形でね、よいしょ、ここの助手席後ろのテーブルに関してもベッドが邪魔することなく展開もできますし、綺麗に倒したシートの上にベッドが展開されているという感じでございます。今ね助手席のシート一番後ろに下げている状態なんですが、こんな感じで背もたれも余裕ある形でリクライニングした状態でベッドが邪魔にならないような長さ実現しております。例えばね人が何人か乗るかもしれないし、お一人様車中泊もするかもしれないしっていうことで、さまざまなシーンでの利便性、ベッドを展開したままでもいられるよっていう利便性を追求した場合、後部座席部分のベッドスペースをある程度確保した上で、この運転席助手席の快適性を損なわないような設計をするっていうところが、これはすごいわ。スライドドアをね閉めた状態で内装を見たとしても、スライドドアのね内張りがどっかに干渉してしまうようなこともなく、ベッドがしっかり展開されていますし、後方から眺めても綺麗にしっかりフラットなベッドが出来上がっていると。でね、実際に今すぐるベッドの上に座ってるんですが、この状態でね拳1個分ぐらいのスペース十分に確保できています。あぐらをかいて座ったとしても頭上が当たることなく、車内の快適性も確保されている。またねこんな感じで寝転んでみてもベッドがガタつくことなく収まりがいいベッドになっております。こんだけ広ければ運転席助手席の快適性全く損なうことなく、常設ベッド付きでお二人様快適車中泊っていうのも全然可能になんじゃないかなっていう、そんなレイアウトですね。これは素晴らしい。はい、ということでですね、この車に関しては助手席側の後ろのシート片側ベッド展開した状態でシートを起こすことができるようになっておりますので、そのレイアウトもねすぐる個人的に結構おすすめなんですよ。結構ミニバンサイズでもお一人様のね車中泊をしている方も多いと思いますので、その方におすすめなレイアウトちょっとご紹介しようと思います。はい、ということで展開してみました。このレイアウトがねお一人様車中泊するんだったら最高なんじゃないかなということで、スグルがいつも使ってるマットも含めてセッティングした上でちょっとご紹介したいなというふうに思います。はい、ということで助手席後ろ側のシートを展開した上で運転席後ろのベッドをそのまま残した状態での展開ちょっとやってみました。助手席シートを一番前まで出してしまえばこんなに広大なスペースが出来上がります。スライドドア側からアクセスして足が全然当たらないぐらい、これぐらいね広大なスペースをここに作ることが可能です。でね、横には常設でベッドスペースが作れるというような感じです。これね、いつもスグルが使っているフォレストオートさんのパーフェクトマット 70cm×180cm のこういったカバー売ってますんで、パーフェクトマットにカバーをつけていつもこうやって使ってます。こんな感じにね、中にシュラフの入ったクッションなんかも置いてレイアウトしてみたんですが、これいいなぁ。2列目シートのところのドリンクホルダー部分なんかもよいしょ、こうやってね出して使うこともできますし、ここにもねちょっとした収納スペースが出来上がります。
今回この車種には存在しないパンチカーペット仕様で作ってもらっていたりもするんですけれども、目の細かいねマジックテープのようなものを貼り付けてもらうとしっかりマジックテープ効くんですよ。ここで車中泊をすることを考えた時にこれ貼り付けておいてここにポンと箱を置いておくだけで荷物がずれないと。車中泊する人って多分何かしらマット持ってるはずなんですよ。すぐる個人的にはですねパンチカーペットがあるんであればもうパンチカーペット仕様ですね、もう熱烈にお勧めしたいというふうに思っております。はい、ということでですねすぐる個人的に助手席後ろのこのスペース肘掛けもしっかりついてるしね、足も伸ばせるしね、隣にはもうすぐに横になれるねベッドも常設だしね、このスペースが気に入ってしまいましたということなんで、ここのね助手席後ろのシートでエンディングを撮ると決めたんですが、もうここの居心地がいいよ。この車で車中泊の旅できたらすげえ快適なんだろうな。スライドドアから車内に入ることができて、このスペースにね靴を脱ぐことができる玄関的なスペースを作ることができるっていうのはね車中泊する上でむちゃくちゃ楽だと思いますよ。はい、ということでですね今回はね80のノアボクシーと兄弟車のエスクワイヤ、こちらのねベッドキットの取り付け動画を撮影してみましたがいかがだったでしょうか。お一人様でゆったり車中泊をするっていうことだけに限定して言えばこのミニバンクラスでも全然ゆったり車中泊の旅ができてしまうんじゃないかなっていうぐらい、それだけ広々とした車内収納もバッチリできるぐらいなこちらの80エスクワイヤでした。車中泊の車に迷われている選定に迷ってるなんていう方がいらっしゃいましたら、これね一つ5ナンバーサイズのミニバン候補に入れてもらってもいいんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということで今回は80のエスクワイヤベッドキットの取り付け動画撮影してみましたがいかがだったでしょうか。この動画が面白かった参考になったという方がいらっしゃいましたらぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェックこちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。邪魔になってしまったベッド部分に関しても収納ができるようなサイズ感でこうやって収まります。本当に細かいところまで追い込んでベッドキット開発されてんだなっていう風に、ね、改めて感じさせていただきました。